気いいっすね、今日はね。でも桜もね、いい感じにちょっと、まあ、ちょっと散っちゃってますけど、咲いてる感じで。今日私ですね、名古屋城に来てまして、なんで名古屋城なんだと、そういう声が聞こえてきますが、私ですね、戦国武将の織田信長のような野心を持ったチャンピオンになりたいんで、まあやっぱ信長といったら戦国時代、戦国時代といったらそう名古屋城ということでね、名古屋城を探検しに来ました。なのでまあちょっとね、いい名古屋っぽいところがねあったらね、皆さんに報告したいと思います。で行きましょう。あるじゃん、これ、シャチホコ。これはだってもう外せないでしょ。こんなにでかいんだ。俺より全然でかいじゃん。こんなさ、入り口のところにあったっけ、シャチホコなんて。なんか屋根の上にあるイメージだよね。募金もあるじゃん、募金も。ちょっと待って、これ100円限定だろ。これ100円、5円とか、まあ、せっかくだから入れるけれども100円限定なんだ。これ何を祈願するの、これ。あ、本丸の御殿の整備なんだって。せっかく来たからさ、これも力になっておきましょう。いやでも社長子なんかおめでたいね、名古屋城っぽいね。今何願ったんですか。今だからあれだ、世界平和だよ。俺はチャンピオンになるってことは、それぐらいをね、広い目で俯瞰で見てるから、日本。行きましょう。